皆さん、こんにちは。今日は大勢の方にお集まりいただき、感激でございます。ご紹介いただきました衆議院議員の小林幸喜、かつてのあの郵政民営化を思い出すのであります。反対をした私は、長年頑張ってまいりましたこの自由民主党から追放をされ、資格を送られ、これが民主国家と思うことを経験をいたしました。しかし皆さん、小林幸喜を追放した自由民主党はその後政権から追放されたのであります。政権交代の大きな流れがなぜ起きたかということを皆さん今思い出していただきたい。まさに日本はどういう道をこれから歩んでいかなければならないのかということが問われたのであります。郵政民営化をしても皆さん、日本人がこの株を持つわけではない、外国の金融資本に日本のゆうちょ官報を渡そうとする、この国を売る売国政策に反対したのであります。日本は外国によって侵略をされ、そしてどうですか皆さん、20年間この国の GDP 国民総生産全く伸びていることがない、そういう国の中で国民の不満がついに高まって起きたのが政権交代ではなかったでしょうか。いかなる国も歴史から学ぶべきでありましょう。かつて明治の偉大な思想家福沢諭吉は独立自尊ということを訴えました。皆さん、独立せずして国の発展はない、まさに今日本は独立した国でありましょうか。アメリカは日本にとって大変意義のある大切な友人であります。だからといって皆さん、対米依存、アメリカにだけただ言いなりになる、これでは日米の本当の友好も発展しませんし、また我が国の発展もありえないということを私たちはついに分かる時が来たと私は思っております。 TPP とは今社会化するアメリカが生き残りをかけて自らの国を経済を発展させるがためにいろいろな国を巻き込もうとしているアメリカの戦略であります。その中で日本としてもこれはいいじゃないかというものがあれば手を結んでもいいでしょう。しかし一方的なアメリカの要求に屈することは皆さん、我が国の自由と独立を失うことになりかねません。TPP の内容をつぶさに見れば、すでに皆さんお分かりの通り、農業だけの問題ではない、その農業も関税ゼロでは皆さん、まさに関税自主権も失われ、この国の食料政策が成り立たなくなる、食べ物がなくなれば皆さん国家として成り立たないということがご承知でありましょう。それに加えて24項目ありとあらゆるところに要求されているのは日本の改造であります。日本の国を変えてアメリカのルールで統一しようじゃないか、そんなことをされて皆さん、文化の違う日本が発展できると思いますか。日本には日本の文化、歴史、伝統、ものの考え方がある。アメリカ人には共済という意味すらわからない、彼らは共済を全部保険にすればいいという。しかし日本人は保険と共済は違うということを知っている。また日本にあっては国民皆保険、これを日本の文化歴史として育ってきた。しかし今アメリカに国民皆保険がありますか。民間の保険会社がやってるだけじゃないですか。そういうルールを押し付けられて、この日本の福祉が壊れようとしている。だから今回皆さん、もう農業団体も
医師会も患者さんもありとあらゆる分野の皆さんが一斉に立ち上がった国民運動であります。皆さん、いかなる権力者も国民の大多数に勝つことはできない。これから皆さんやることはただ一つ、いかに私たちが正しいかを全国民に知らせるためには行動、行動、行動であります。だからこそ私も皆さんと一緒に今日はデモを行進をやりますよ。朝私はあるテレビ局でネクタイを締めて行きました。しかしネクタイを取ったのは今日これから皆さんと一緒に首相官邸に乗り込むためであります。違いますか。多くの皆さんと一緒に今こそ日本人としての心意気を、国民の生活を守るための行動を示す時であります。そして今日本が取り組むべきことは、お話がありました通り、東北のあの大震災で悲惨な思いに暮れていらっしゃる被災地の皆さん方に、私たち政治は、私たち国民は今こそ東北の復興復興に全力を尽くす、このことを伝えていかなければなりません。TPP なんかではないんだ。今日本の急務は東北の復興にある。このことを伝えて野田総理に、日本人の心をしっかりと胸に秘めて堂々とやがてやっていく、ね、この国際会議で APEC で日本はアジア太平洋の中心として全ての国の幸せになるようなことは先頭に立ちながら、しかし特定の国の言いなりにはならないんだということを皆さん示すことこそ、アジアの中の日本に課せられた大きな課題だと思います。その皆さん一緒に立ち上がりましょう。ありがとうございます。